はい、どうも皆さん、こんにちは。ヒロチューブです。ということで、なんとですね、普通に敵を倒していたら、なんとこんな、武器、コンバットショットガンをゲットしてしまいました。どっからできたのこれ。すごい謎なんだけど。なんか、敵倒したらね、普通に落ちてて、と思って。まあ、ちょっとなんかしらね、理由かなんか出てくるかもしれないですけど、ちょっとね、今のこの既存のショットガンがあまりにも難しいというかね、皆さん多分今、オートショットガンの方と、あとはサンダーショットガン2種類あって、主にね。で、その2種類は、かなり、特徴が分かれてる。あ、なんか、いるな、ハンマー。もういるね。消えて。うま、俺。まさか倒しちゃったよ。この、レッドアイもなかなか強いよな。だからコンバットショットガン多分マジで強いじゃない？だって他のショットガンってサンダーの場合は打ち出しちょっと遅かったりで、弾がね横に2連式になってるんで、まあ、なかなかその当て方がちょっと若干ね前のシーズンと違って難しいっていうね。で、うわ、まあ、出ちゃったんだけど。で、オートショットガンは、まあ、打ち出しは早いんですけど、まあ、ちょっとねまあサンダーに比べるとダメージが、大体、半減ではないけど、それに近いぐらいの、ダメージが少ないというね。で、なった時に、初心者の方だったらね、オートショットガン一択なんですけど、でもなんか結構大会競技勢の中で言えばね、サンダー一択になっちゃってるんですよね。でも、突如現れたこのコンバットショットガン、これやばいな。普通に激アツだな。多分これ普通になんか強えぞ多分。だから結構この場合はね、競技で使われる方としてはだいぶ強いんじゃないかなとは思っているけど、いるんだよな、草の中。いるんだよな、あれ。当たらんか。一回やら登るか。あれか、いるな。これ強すぎだろ、これ。おお、ランチャーできた。あれか。おお、まだいる。やば、これは強いぞ。やばいな。なんか敵が、まさかこんな、なんかいとも簡単に倒せてしまうというか、なんか、このオートショットガンよりなんか安定性があって、命中率もいいっていうね。やばいな、これ。いや、見ましたね。結構僕、1人目はね、結構ダメージ与えたんで余裕だったんですけど、2人目に関してはね、体力アドバンテージちょっとね、取られたりとか、あ、これ負けたわーと思って、結構近距離でね、サンマシンガンってくるプレイヤーだったんですけど、それをもね、このコンバットショットガンの連射力、そして1回リローするだけでね、3発でリローされるっていう。で、その後にこのセミオートで、多分オートショットガンよりね、打つ間隔短いまま、弾がね、出る。しかもオートショットガンと対してダメージが変わらないっていう。なんていう武器が手に入ってしまったんだ、これ。どこで手に入るの、これ、逆に。ちょっとね、この動画撮影してるタイミングが本当にたまたま奇跡的に撮れただけなんで、そう、ゲットできただけなんで、どこでちょっと入手するか知らないですけど、いずれ多分ね、入手方法が、どっかで多分、普通に出てくると思うんですけど、ないな。あー、敵いるな。いるね。人もいるんか。累積強っ。うわ、すげえ、これ。あそこのなんか倒された跡あるな。あそこか。どっかなのか。あ、いた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 。あれか。いくか、これ。これ強っ。このさ、オートショットガンのさ、範囲のさらに奥の距離までが、この青のレンジャーショットガンじゃなくてコンバットショットガンが、これ届くってね。おかしいよな。普通に。やばいな、これ。そう考えたら、これオートショットガンで強いぞ。だからこのよく俺が、まあ今シーズン入って1日ぐらいしか経ってないですけど、この戦い方、遠距離で削って、そこから一気に、このハンマーで詰めに行くっていうこの戦い方ね。そう、これがめちゃくちゃ強いんですよね。なんですけど、いるな。これは、あ、そっか。はは近距離でもさ、このダメージ量だと。強すぎでしょ、さすがに。あ、なんかいるな、敵。なんかバルーン使っておったな、今。ほらほら、いるいる。あったけど。あれか。あ、これ危ねえ。これは倒せないな。オッケー。正面なんかフレームボかなんかできちゃったんだよな。あ、いるな。あー、ショックウェーブボか、向こうが。なるほどね。止めに来るんじゃないこれ。エリア1かな、あれ。エリア1か。向こう行ったな。ポジション取り返すか。あー、さらに上か。ね。うまっ。これ強すぎ。これ強いな、このアサルト。あ、ゲームしてあげた。回復してる。やってる。上行ったな。これ強っ。お、これがコンバットショットガン。この練習力とこのダメージの安定さ。こんななんか最終局面で全員も投げ倒してしまうという。これが、コンバットショットガンの強みですよ、皆さん。ぜひね、このチャプター4の、ね、コンバットショットガンの戦い方、参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。ということで、キル数の方が14キルということで、そしてね、このコンバットショットガン強すぎて、被ダメージ183というね、まあ、だいぶ抑えられたんじゃないかなと思います。ということで、動画を最後まで見ていただき、ありがとうございました。